皆さんこんばんは、バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回はやばいリキュールご紹介します。何がやばいかっていうのはね、後ほどご説明したいというふうに思います。ちょっとだけお話をしたいので、カクテルが見たい方はスキップしてください。私はバーテンダーなのですが、お酒を作る仕事もしていて、今回は新作のご紹介です。チョコレートリキュールのショコラディーテになります。満を持しての発売です。結構時間かかった。やった。私が監修する、皆さんご存知かと思いますけど、パールリキュールのアフロディーテ、これのね、姉妹ブランドとして発売したんですね。ただね、チョコレートリキュールなんで、こちらはこっちみたいにね、ちょっときらめかないかな。まず、なぜ今更チョコレートリキュールを作ったのって話なんですけども、チョコレートリキュールならば、すでにね、ゴディバとかモーツァルトとかあるじゃないですか。まあでもね、モーツァルトのブラックは確か11月に終売かな。皆さん、空いた時間って一体何考えてます？それこそ恋人のことだったり、週末の趣味の予定のことだったりね、そういうの考えてるかもしれません。ちなみに私はカクテルのことや商品開発のことを考えていたりします。もうね、次は何作ろうかなってね。まあそんな時、少し大きめのスーパーに行ったんですよ。そして冷蔵コーナーに行ったら、まあいっぱいアイスクリームがあって、その中にハーゲンダッツが置いてあったんですよね。群馬県ってね、ハーゲンダッツの工場があるんですよ。なのでね、結構よ、まあスーパーがハーゲンダッツ推しなんですよ。だからたくさんの種類が置いてあるの。そのスーパーには約10種類ぐらいのハーゲンダッツが置いてあったんだけども、よくよく観察すると、その半分ぐらいがチョコレートなんだよね。チョコレートと何々みたいな、バニラチョコサンデーとか、カスタード&ショコラとかね、あとはショコラデュオとかもあったかな。そこで思ったのが、もうみんなチョコレート大好きだなと。そして同時に、チョコレートリキュールっていけるんじゃないかなって思ったんですよ。しかもですよ、チョコレートって昔からあるもので、それこそパティシエさんであったり、ショコラティエさんとかがいろんな組み合わせで、すでにチョコレートと何々っていう組み合わせってもう無限にあるわけなんですね。それらの材料を分解して、今度はカクテルとして再構築すれば、それこそさっき言った無限のチョコレートレシピができるから、無限のチョコレートカクテルができるっていうふうに思ったんですよ。とここまでで、だいたい冷凍庫の前で5秒ぐらいかな。ハーゲンダッツの冷凍庫の前でひらめいたから、もうすぐに家に帰って材料を調達して、そして店で試作を作るって話です。ただ、まあ、先ほども言ったように、既存するリキュールがあるわけじゃないですか。だから単純に美味しいリキュールだけではなくて、バーテンダーが使いやすい、今までになかったチョコレートリキュールを作るっていうふうに思ったの。まあゴールのね、カクテルをイメージしつつ、バーテンダーさんが使いやすくって、まあ、重ねて言っちゃうけど、今までにないようなリキュール、これを作りたかったんですよね。だからこれを作るために、何回も試作&トライ&エラーだよね、これをしました。そしてそのサンプルをもとに、北岡本店さんにお願いして、それを忠実に再現してもらうように、作ってもらうっていうのがいつもの流れなんですよ。でもここまででは、最初ね、冒頭で言ったやばいはね、まだ出てこないじゃないですか。本番はここから。チョコレートの美味しさって何っていうふうに思った時に、僕が行き着いたのはカカオバターです。もちろん厳選したカカオの産地とかね、状態によっても変わってくるんだけど、ここを追求しすぎると原価がどんどん上がって、最終的には販売価格のリキュールも上がってしまうの。そうするとやっぱりバーテンダーってね、使いづらくなっちゃうんだよね。例えば美味しいんだけども、4000円のリキュールってどれだけ売れますかね。なのでそこにこだわるよりも、もっと分かりやすい味の違いというのがカカオバターなんです。まあココアバターって言ったりもしますけど、今あるチョコレートリキュールっていうのは油が入ってない、それこそそのカカオバターを抜いて作ってるんで、言ってしまうとね、ココアリキュールなんですよね。皆さんが感じているあのチョコレートの香りってありますよね。あれってつまりは結構カカオバターによるものが大きいと思うんですよ。カカオバターに閉じ込められていた味や香りが口の中で溶かされて、そしてそれが風味に変わっていくの。これはカカオバターが体温よりも少し低い温度で溶けることから生じるんですね。なので今回のショコラディーテにはカカオバター、つまりは油が入ってるんです。じゃあその油が入ったことによるやばい話、まず一つ目、シェーカーとかグラスがギトギトになります。
まあ、ギトギトっていうとねちょっとオーバーなんだけど、言ってしまうと生クリームを使ったカクテルと同じぐらいな感じかな。まあ、しょうがないよね、だってね油入ってんだからね。やばい話2つ目、冷蔵庫に入れると固まります。そしてね、もっと言っちゃうと何もしなくても固まるかも。とにかく粘度が強いんですよ。これから作っていくからね、見てわかると思うんですけどね、また油が入ってるんで冷蔵禁止です。間違えて冷蔵庫に保存しちゃったらもう一発アウト。開封後に常温できるように工夫して作ったんですが、あの粘土も強いんでね、必ず使うときはよく振ってください。もうじゃないとね固まっちゃいます。でもなんでこんな面倒くさいリキュールを作ったかというと、答えは一つしかないの。今までにない味わいだけにもう全振りしちゃった商品を作りたかったの。もうねこれしかない。しかも販売価格が 500ml で約2000円。どうですか皆さんねえ、通販番組みたいになってきました ね、今ならば猫又屋がみたいな、既存するチョコレートリキュールをね買い取りますみたいな、そんなことやんないけど、バーテンダーならば、いやもしくは趣味テンダーならば一度は使ってみたいと思うリキュールなんじゃないでしょうか。いつもよりね話しましたね。じゃあカクテルをね早速作っていきたいというふうに思います。まず一番最初に作りたいのがショコラディーテを使った簡単で美味しい、まあ、シグネーチャーのカクテルかな。ボトルのね裏にも書いてあるんですけど、あとね QR コードあるからねそっちも見てください。見ていただくと、アフロディーテのインスタグラムのページの方に飛びます。そのところには今回ご紹介した僕のカクテルや、ここでは紹介しなかったカクテルとかも載せるので、ぜひそちらをご覧ください。そして話戻りましょう。ここの裏面に書いてあるショコラディーテミルクというのを今回はね一番最初に作ります。とっても簡単。まずはグラスに氷を入れてください。まあロックグラスでもいいかな。そしたらね、ショコラディーテよく振ってね、よく振ってください。開けたて見てて、さっき言ったでしょ、粘度ものすごいんですよ。見てください、トロットロなんです。このショコラディーテを 40ml 入れて、牛乳をね 80ml、 1:2 です。だから今40-80って言ってるけども、別にあの1:2であれば全く問題ないんで、50-100でもいいし、これをあのカルアミルクと一緒です。混ぜるだけ。ほら簡単だけどね、少しだけねやっぱりその親和性、液体との親和性がそこまでじゃないんで、しっかりと混ぜてあげると美味しくできる。ではショコラディーテミルク飲んでみたいと思います。スルー、チョコレートミルクなんだよね。まんまチョコレート本当にまんまチョコレートです。このねショコラディーテってね、度数がね、12%、 そこまで強くないんですよ。だからねこれで割ってしまうとねだいぶ低くなるんで、まあローアルコールカクテルにもなるんじゃないかな。飲みやすいと思います。お酒が苦手な方とかはね、まずこれ勧めて飲んでみると美味しいと思います。続いてのカクテルはショコラアレキサンダーです。私が以前ねアレキサンダーというカクテルも紹介したんですけども、それのバリエーション、本来はブランデーとそしてカカオ、そして生クリームが入るんだけども、今回はカカオの代わりにチョコレートを使ったって感じ。またね比率も変わってるんで分量だけ押さえておいてください。それではサクサクね作っていきたいというふうに思います。まずはショコラディーテを 40ml、そしてブランデーを 15ml、 フレッシュクリームを 15ml、 それらを氷を入れてシェイクしていきます。
それでは飲んでみたいと思います。サルーショコラアレキサンダー。濃厚、本当にね、ブランデーのコクと生クリームのクリーミーさが加わってはいるんですけども、これもチョコレート40入ってるでしょ、ガツンとチョコレートきます。もっと度数が強い方はブランデーを多めに入れて作ってもいいと思うけど、この比率が、僕はベストだと思ってるんで今回開発しました。僕さ、酔っ払ってくると甘いカクテル飲みたくなる癖があるんですよ。本当にね、今飲んで思ったのは、いっぱいお酒を飲んだりね、あとご飯を食べた後とか食後のデザート的にね、このカクテル飲みたくなるなって思って今飲んでました。続いてのカクテルはショコラグラスホッパーです。こちらもね、既存する有名なカクテルでグラスホッパーっていうのがあるんですが、そのグラスホッパーはホワイトカカオとグリーペパーミントとそして生クリームが全部同量でね、シェイクして作るカクテル。これもね、私昔の過去の動画でもアップしてるんですが、それをチョコレートに代用したカクテルですね。やっぱりね、これもカカオの代わりにチョコレート。よくね、グラスホッパーってチョコミントアイスの味がするって言うんですよ。ノン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 、違う違う、これこれこれが元祖チョコミントなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。じゃあ作っていきましょう。これもね、ちょっとね、比率が違うからね、レシピだけ覚えておいてください。まずはショコラディーテ、よく振ったショコラディーテを 30ml です。あ、ちょっとこぼした。そしてホワイトペパーミントを 20ml。 そしてフレッシュクリームを 20ml。これらに氷を入れてシェイクしていきます。いきます。それではショコラグラスホッパーいただきたいと思います。サルー。うまっ、めっちゃうまめっちゃうまいよ。さっきのね、アレキサンダーとね、いい勝負するデザートカクテルだな。こっちの方が甘さはちょっと強いかな。でもミントの清涼感があるんでね、ちゃんとバランス取れてる。シェーカーがある方は先ほどのアレキサンダーもそうだし、こちらのグラスホッパーもね、多分作れると思うんで、ぜひ一度試してみてください。そこまで難しくないかな。続いては麦チョコエッグノックっていうカクテルを作ります。エッグノックっていうだけあってね、卵が入るんですね。エッグノックというカクテルは、有名どころで言うとクリスマスの時に飲むカクテルなんだけども、そのカクテルをちょっとアレンジして作ったカクテルだけど、ポイントはこのカクテルね、エッグノックと違って牛乳とか生クリーム使いません。使わないけど卵を入れることによって全体的にね、ふわっとした印象になるの。そして麦チョコって言ったじゃないですか。よくお菓子のさ、麦チョコってありますよね。あれってさ、麦の香りとそしてチョコレートのハーモニーじゃないですか。だから今回はね、ショコラディーテと一緒に麦の味わいっていうことでモルトウイスキー使います。またね、モルトウイスキーない方、これね、焼酎でも面白い。麦焼酎、麦焼酎で代用して作ることもできますのでお試しください。それでは作っていきます。まず卵を1個使います。続いてショコラディーテを 30ml、 そしてモルトウイスキー。でもね、モルトウイスキーもね、好みで何でもいいですよ。今回はね、グレンリベットのファウンダーズリザーブを使いますけど、これを 20ml、 そしてシュガーシロップを 10ml。 これらをブレンダーを使って攪拌していきます。
そしたらまたシェーカーを用意してもらって氷を入れてシェイクします。こんな感じ。ほら、かわいい。ちょっとだけね、お花をつけてみました。それでは麦チョコエッグノック、いただきたいと思います。サルー。これも美味しい。あのね、チョコレートの甘みがウイスキーによってさらに引き立ってる。そして生クリームとかを使うわけじゃないんだけど、これ卵入ってるの。卵がね、もう本当にいい感覚でバランス取ってるんだけど、ふわっとした食感と、そして生クリーム、先ほど言ったように一切入ってないんだけどもクリーミーに仕上がってる。ウイスキーの味わいを感じながら本当にね、飲めるカクテルなんで、これはバランスがいいな。ぜひこれも作ってみてください。多分飲んだ方が、え、卵入ってるのって多分言われる。それぐらいね、面白いけど全く違和感がないカクテルなんですよ。これも僕のオリジナルなんだけどね、ぜひ作ってほしいなっていうふうに思います。ね、最近の僕の動画ってさ、ウイスキーばっかりじゃないですか。ね、俺だってカクテルぐらい作れるんです。続いてのカクテルはエスプレッソショコラマティーニです。ここら辺からちょっと難易度が上がるからプロ向けになってくるかな。だけどね、難易度が上がると同時に味わいがさらに複雑になったり美味しくなったりするんですよ。だからちょっとレベルアップを目指している方はちょっと作ってもらいたいかな。名前の通りエスプレッソとチョコレート混ぜるんですよ。これね、鉄板に美味しいんでぜひやってほしい。まずはエスプレッソ入れます。エスプレッソ入れますって自宅でなかなかエスプレッソ作る人いないですよね。だからちょっと難しいかなっていうふうに思うんだけど、猫又屋もエスプレッソマシンがないんで、こういうね、これがマキネッタっていうんだけど、これがね、イタリアとかでは原始的に作るエスプレッソの作り方なんですよ。これさえあれば作れるんで、まずここにね、お水を入れるのね。お水を入れたら上蓋をかぶせて、そしてこんな感じになってんだよ。見たことないかな。ここでね、ここの上に粉を入れるんですね。そして蓋をして、そして直火にかければエスプレッソができるっていうやつなの。そんな難しくないでしょ。はい、エスプレッソができました。約ね、1分ぐらいかな。まあ沸騰させるとこうやってね、蒸気が出てくるんで出来上がった合図になりますね。ほんといい香り。まあ、コーヒーはね、もう落としたてがなんぼですからね。火を入れたね、コーヒーっていうのはその瞬間から酸化が始まって美味しくなくなっちゃうんで、作りたてっていうか落としたてで作るのがポイント。はい、それじゃあシェーカーを用意したら、まずはショコラディーテを 40ml。 そしてエスプレッソですけども、エスプレッソね、めちゃめちゃ熱いんで気をつけて持つとき、いつも僕こうやって持ってるでしょ。わかるかな、こうやって。そうするとね、やけどしますから、指の腹がね。だから持つときこうやって持って、こうやって注いでもいいけど、一番安心なのはスケール使って僕はいつも測っちゃってる。この段階で 30ml かな。まあ 30g だよね。はい、測っていきます。続いてシュガーシロップを 10ml。 そしてフレッシュクリームを 20ml。 牛乳を 20ml。 ちょっと一回だけね、味見ていきましょう。エスプレッソってね、ちょっとね、水とね、豆の量でね、味が少し変わるんだよね。だからここでちょっと調整します。完璧。ペルフェクト、ペルフェクト。濃
好みによるけど、今ちょっと遊びでやるけど、グラスのところにねチョコレートシロップをこうやってふわってかけて飾りにしても面白いよね。そしたらシェイクしていきます。あとお好みで最後にチョコレートとかもかけてください。可愛くなる。それではエスプレッソショコラマティーニいただきたいと思います。スルー。美味しそう。美味しい。もう本当にね、美味しいとしかね、ため息のように出るね。本当にチョコレートを食べながらそれこそエスプレッソを同時に飲んでる口当たり、口の中に完成しますね。うん、やばい、これはやばいぞ。一気飲みする本当美味しいんで。やっぱりね、シンプルなカクテルも作りやすくて美味しいよ。わかりやすいし。だけどこういうね、やっぱりたくさんの複雑な材料が入るとその分味わいも複雑になるんですよ。だけど複雑になるってことはやっぱり難しくなるんで、このね今日僕が教えたレシピ通りの分量で作っていけば間違いなく美味しいカクテルできるから、ぜひ試してほしいです。そして最後になりますが、むちゃくちゃ美味しい僕のオリジナルのねショコラディーテカクテルあるんですが、こちらはメンバーシップさんの動画で最後ご紹介したいというふうに思います。メンバーシップさんの動画はね、まあ、90円から入会できますんで、ぜひご覧ください。そしてこちらのショコラディーテ、北岡本店さんのオンラインショップで購入できます。まだ発売したばっかりなんで買える場所が少ないんですよね。まあそのうちね、いろんなお店で扱ってくれるというふうに思うんですけども、いち早く手に入れたい方は北岡本店さんのオンラインショップをご覧ください。概要欄の方に書いておきます。今日はね、久々に僕の新商品のショコラディーテを使ってね、カクテルを作ってみましたいかがでしたかね、昔からの視聴者さんはね、カクテルの動画が見たくなると思うんでね、僕も久々にカクテル作ったけど、やっぱカクテルって美味しいし楽しいですね。皆さんもぜひね、試してみてほしいなというふうに思います。それではまた来週も楽しい動画お届けします。どうぞお楽しみに。じゃあまたね。